い、皆さんどうも橋本でございます。今日からグリーク組曲ホルメアの時代からの解説に入ります。この曲は一般的に省略された題名からホルベルク組曲と呼ばれていまして、タイトルもこのようにさせていただいております。もともとピアノソロとして書かれていましたが、現在はグリーク自身が編曲しました弦楽アンサンブルのバージョンが非常に有名になっています。ベースパートも一部高音域が出てきまして、ポジションに工夫しないと取りにくい箇所が出てきますので、ボーイングポジションをふんだんに解説していきたいと思います。1回目の今日は第1曲前奏曲を解説していきます。冒頭はアレグロビバーチェ、非常に速いテンポで始まります。で、42小節目に出てくるリズムをこの冒頭でバイオリンが演奏しますので、それをしっかり聴いて乗り遅れないように注意してください。で、最初のボーイングなんですけれども、フォーティッシモピアノで始まりますので、最初は当然ダウンから入ります。ですぐピアノに落としまして、3小節目で1回アップで回復します。で、4小節目最後のオクターブ上がった系でもう1回アップで弾き直しを行って、あとは弾き中ですね。あとはもう弓順で弾いていただいて構いません。でポジションなんですけれども、お好みで取っていただいて構いませんが、最後8小節目フォルテピアノで今アーセンで押さえて取ったんですけれども、シンプルに開放で取っていただいても構いません。11小節目1拍前のこのポジションですが、アートデーになっています。で、第1ポジションで下のデーは開放を使っていただいても構いませんし、あるいは第3ポジションを使ってあえてこの高いポジションでデーを押さえて取っていただいても構いません。アルゴになります17小節目からのボーイングは、最初のデーをアップから入って弓順で弾くようにしてください。でポジションですが、第3ポジションでデーとアを4-4と取った後、フィスを1で取って、あとは第1ポジションでまとめて取れる形になります。一番最後のデーなんですけれども、今のように5弦の方はオクターブ下げて弾いていただいても構いません。その後繰り返し記号がありますので、ここで最初に戻りますので見落とさないように注意していただきたいと思います。繰り返し先になります19小節目の母音ですが、1つ目と3つ目のフィスとディスはアクセントがついていますのでダウンで、2つ目と4つ目のゲーとエーのコードはフォルテピアノになっていますが、ここもダウンで弾くようにしてください。で、3つ目のディスなんですけれども、5弦の方はこのディスだけオクターブ下げて弾いていただいても構いません。27小節目のポジションですが、最初は A のオクターブになりますので、第4ポジションでこのオクターブをまとめて取っていただきたいと思います。で、次の D のオクターブなんですけれども、下の D は開放を使っていただいて構いません。で、28小節目で上の D を4に移しまして、第3ポジションを使います。で、その後 C のオクターブになりますので、第2ポジションで、この C のオクターブも第2ポジションでまとめて取るようにしてください。42小節目からのボーイングですが、ここはダウンから入って弓順で弾いていただきたいと思います。で、随所にアクセントがついていますので、アクセントがついている音は音の立ち上がりをはっきりとつけていただきたいと思います。最初から弾きますと、ハーフポジションでゲーを4で取ったんですけれども、第1ポジションで2を使っていただいても構いません。47小節目で C のオクターブになりますので、この C のオクターブをまとめて取った後、上の C を4で取っています。で、次の小節はハーになりますが、同じ4で第1ポジションを使っていただきたいと思います。このような形ですね。1小節前からエポジと弾きますと、このようなポジションとなります。49小節目からのポジションですが、最初のゲーは開放を使います。で、オクターブ上がったゲーは第6ポジションで3で取りまして、次の小節のフィスのオクターブはまとめて取らずに、前のゲーとこの上のフィスを3、2とまとめて取りまして、オクターブ下がったフィスは第4ポジションを使ってアーセンで4で、次の小節の A のオクターブと D のオクターブをここまでまとめて取ります。で、その後 C のオクターブになりますので、第2ポジションで、で、H のオクターブもまとめて取る形になります。最後は
はアップで終わっていただきたいと思います。もう一度最初から弾きますと、ここまでこのようなボーイングとポジションになります。58小節目1拍前のピッチカットですが、ここは第2ポジションを使って D は押さえて取っていただきたいと思います。でその先進みまして、アルコになるのが64小節目からになります。で最初は上の弦になりますので、第6ポジションを使って、弦を3。で、D と歯を第4ポジションで、1、4とまとめて取りまして、次の小節の弦と D を解放で取っている間に、ハーフポジションまで跳躍して、歯を2、で、弦と F を4、1とハーフポジションでまとめて取っていただきます。最初からゆっくり弾きますと、このようなポジションとなります。終わり5小節間のポジションですが、最初は第1ポジションからスタートして、この2小節間をまとめて取りまして、次は正のオクターブになります。で第2ポジションでハーまでをまとめて取って、ここから第4ポジションに跳躍して、で、D は1で取りまして、オクターブ下がった D は解放で取って、最後の D は1を使っていただきたいと思います。で、ボーイングですが、最初はダウンから指順で弾きまして、最後のフェルマータの D はかなり長く飛ばしますので、ここは1回変え身をしていただきたいと思います。はい、第1曲前奏曲の解説はここまでとなります。最後に補足として、19小節目1拍前の D と、そして23小節目の Dis、 これを5弦の方はオクターブ下げても構わないというふうに説明したんですけれども、弦楽アンサンブルでこのオクターブ下げるか下げないかというのは非常に判断が分かれますので、まず練習前に下げるのか下げないのかをあらかじめ決めるようにしてください。一番良くないのが、その日その時の気分によって下げたり下げなかったりするのが一番良くありませんので、下げるなら下げる、下げないなら下げない、これを練習前の段階から決めておくようにしてください。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。